ったですの本の本のプレゼントですか。本当にそれは一番言いたかったそうあのね、そうです夢でキスメをやりましたビジョン全体最高でしたってありがとうございます。もうね早く言いたくて早く言いたくてね、そう早く言いたかったですりょうきちかわいい、ありがとうございます。ライオンの餌になりかけた石橋しぶきちゃんですか。だってもうライオン可愛かったよ、めっちゃおとなしかったです。言いたいことだらけ、いぶきももう言いたいことだらけビザセンター緊張した。全然は嘘ですけど緊張しました。ひょいちゃんのこと一応ピロピロって言うんで、ピロピロって言ってます。なんで現場になかったんだろう、無理、本当になんでいないのってちゃんと思ってましたよ。キティさん、ハートありがとうございます。41キャスチャンさん、ケーキありがとう。やっぱこっちの目だけ乾燥してるわ。おいちゃんは、あ、だるまありがとうございます。水屋さん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。昨日エビちゃんのうちは完売してて買えなかったよ。だってありがとうございます、完売は嬉しい、ありがとうございます。でもいっぱいの人に紙買ってほしいめっちゃ近くで見れて感動した。いたの分かった、めっちゃ分かったよ。神手すぎて全然ブー見えんかったなって、そう割とねこっちが多かったかな。葵ちゃんハートありがとうございます。ゆうかわいすぎて気絶した。だって気絶したら見れんやん葵ちゃんハートありがとう。こんばんは、北海道から遊びに来ました。だってありがとうございます。人に埋もれて見れて、人に埋もれて見てました。だってそういっぱいいましたね、夜公演はファンの方多かった。いろいろすぎて泣いたし楽しかった。ってよかった。一回最高列までです、ありがとう。だっていいえコヘンハートありがとうございます。しゅんさん、虹色のうしありがとうございます。葵ちゃん、くまの肉まんありがとうございます。おお、みんなコメントが今日早いコヘンハートありがとう。まーさーくん、なんだ、鍋ありがとうございます。りょうきちハートありがとう。コーヘンハートありがとうございます。お昼アンコールちょうど黄色ペナイトだった。だってお昼か、お昼のアンコール何、なんかさ、もうびきさ昨日の夜公演しかほぼほぼもう記憶にないんですけど、ピッサンセッター泣いちゃった。だって泣かないだー。もうでもね本当に早く知らせたかったよ。さっきうららが B さんの話をしてて上着忘れてるよって、なんかコメント早い、ちょっと待って、教えてくれたエピ話してたよ。そう、なんかね、絶対上着忘れるわけないっていうぐらいに電車乗り忘れてて、あれってこれは暑いから一旦脱いでるのかなと思ったけど、そうマイク持って行こうとしてたから、あ、俺まあ忘れてるってそう写真撮ってくれました。でもうららちゃん、そうモレモレでした。こんばんは、こんばんは。早着替え大変だったらしいね。めちゃくちゃ大変だった。でもなこちゃんの衣装だったんですけど、なこちゃんがねウエストっていうか、いぶきご飯食べたら全部お腹につく人なんですけどそう本当にね、なこちゃんですら衣装が、あの衣装がきついらしくて、きついかったらしくって、そもそも作られた時からねきつかったらしくって、で身長もまあいぶきの方がまあ高いし、しかもなこちゃんはめちゃくちゃ細いのでもうきついわけよ、やっぱウエストがもうあれこれ閉まんないんじゃないってくらいだったんだけど、
なんとまあ見た目には出なかったんですけど、あのね 2.5 キロぐらい落ちました、落としました。頑張りました。だから昨日は食べました、夜ご飯ちゃんと。今日もいっぱい食べさせていただきますはい。なくちゃんは実際148から5センチ違う。そう、5センチも違うらしいそう、本当に短期間で、そう短期間で痩せました。初めて頑張ってみましたけど見た目に出なかったですどうもハートありがとうございます。ケイタロウペンライトありがとうございます。 2.5 どうやったらそんな落とせるの、ガチ教えてくれ。え、いぶきはあのね、え、そう、スタバのいち、え、待って、もう終わった、もしかして。え、スタバのいちごいぶき飲まなきゃ。え、後悔出てすぐの日とその次の日の2杯しか飲めてないんです。え、忘れてたわ完全に。運動はね、まあリハとかはしてたけどそれ以外のものは一切してなかった。食事制限だけです。いぶきの大好きな食事制限だけです。快速特急さん、虹色の星ありがとうございます。あ、小籠包だ、熊の小籠包もありがとうございます。佐賀のおじさんさん、熊の肉まんありがとうございます。2杯も飲んだの、そう2杯しか飲めてないから早く飲まなきゃいけない。うん、明日からキャラメル始める。あ、キャラメルも飲まなきゃだけど、その前、明日から、え、今日しかなくない、あれ、私今回2回しか飲めてない、ちょっと本当にショックだわ。ももハートありがとうございます。まあでも入ったんでね、衣装が良かったです。コンサート終わったら飲むって決めて、そう28のコンサートが終わったら飲むって決めてたの。ご飯もいっぱい食べるって、大好きな唐揚げ食べるって決めてたんです。そう、ほわーんないぶきも可愛かったよ。だってそう、いぶきステージ立ったらほわーんないぶきになるからよろしく。ご飯は大盛りかな。うん、絶対白米大盛りで食べたい。白米なんていぶきね、夜ご飯ずっと白米食べなかったの。あ、朝とか昼はあの白米食べないとね、元気っていうかエネルギーが足りないので少量は食べてたんですけど、そう、今日は牡蠣です。牡蠣、マヨマヨがくれた牡蠣食べます。ラインだ、うるさいな、ポチ。ミカノマネカモミール歌ったと聞きたいんですけど本当ですか。本当です。あまりご飯アイドル、そう、あのね、いぶきさ、インスタさ、福岡のグルメのインスタにしようかなと思ってんだずっと結構前から思ってるんだけどね。はじめまして、はじめまして。てかさ、うざやばかったね。だってうざやばかったよね本当に。瀬戸里来てメンバー表送られてきた時、あれと思って泣くかと思ったよね絶望だったよね。しかもリハがね次の日だったの、送られてきて次の日だったから、あれ、これは1日で覚えていかなきゃいけなくねってなって、死ぬと思いながらもうちゃんと覚えてきました。そしてね、覚えてくじゃん、覚えていくじゃん、したら A メロとか B メロとかサビとかもね、どこを踊るとか何も知らないから全部覚えていくじゃん。でいざその場に行って、ふう緊張すると思ったらチーム分けみたいなやつだったから、イントロと B メロとうざうざしか踊んなかったラッキーって思いながら。りもりーちゃん、誰もありがとうございます。本当にやばかった。7日の公演に当選したけんだって、待ってます。ハリボニーちゃん、誰もありがとうございます。てか昨日のコンサート、昨
来てた人、夜公演でも昼公演でも来てた人、ちょっと昼公演でね、夜公演で話したいことあるんだけどさ、夜公演来てた人、28日の昼公演の時、京立大でいぶきたん近くで幸せやった、一緒にハートを作れて、あの好きだって、イエーイ好き。最初のオープニング、私のこと見つけれました2曲、オープニングの2曲、なんあのいいかなくちゃみたいな曲と、ジェネレーションとジャンヌ、私のこと見つけれました、そう、その2曲私いなかったんです、ちなみに言うと。あ、それ以降はいました、そのメロンからはいましたよ、ちゃんとカメラに浮かれてなくて、そう、私いなかったんです、オープニングのその2曲。そういう演出だったんです、裏でいやーってずっとみんなに手振ってました、私。すごくない、本当に私はあれこれ私出ないのと思って、一人遅れてきたの時に全員さあれだったのよ、全メンバーだったので、いぶき出なかったから、あれなんでいないんだろうと思うじゃん。でまあまあよっぴっぴマネージャーさんに確認して、私は出ないんですかと思って聞いたら、あ、この2曲は出ません。だって私は、はい、全然とっても元気だったんですけど、その2曲は出てませんでした、ごめんね、みんな探すだし探しただろうなと思って、そう、私いませんよ。いぶきだけです。でメロンから出てきました、めちゃくちゃ、あのね、本当にね、体調不良って思われてるかもしれないけど、めちゃくちゃ元気だった。超元気ってことだけを言いに来た。でしたよーってだけです。え、救援って思って焦った、だって、いやごめんね、本当に焦るよね、そりゃだってオープニングね、そう、そういう演出だったんです。聖子さんにもちゃんとね説明されました、こうこうこうでこうこうこうだから最強の2曲には出さないですって。はは。そう、ダブルアンコールがあったから出なかったんです、私は。あとなんか継続された5人だったんですよ、最初出ていくのが、イントロ違う、1、2曲目のフロント、この前の5人が、そう、まあまあ細かいことはまあ言えないんですけど、察してくだ、察してっていうか考えてください。考えるも何も、ただね出なかった。ぬこみく、あ、ジージリモンさんハートありがとうございます。あ、継承でした、すいません、急、すいません、継承ですね、継承です。ゆうちゃん的にはどっちが良かった、私は B さん優勝イエーイだったけど、そうですね、ゆうきはイントロ、オープニング出れないのなんでと思ってたけど、スタッフさんとかマネージャーさんとかに説明されて、あ、じゃあ当選って思いました。だから全然私は大丈夫です、大丈夫ですっていうか、はい、でもただ言いたかったのは、いぶきが元気だったよって、体調不良じゃ、夜公演全然体調不良じゃないよってことを言いに来た。いぶに継承するなんて、ナピもセンスあるよねーだって。あるよねー、センス、センス
かった、エビちゃん見つけられなかったから安心したって、ごめんね本当に。そうそう、ジョヘイ虹色の星ありがとうございます。そういえば猫かぶってない、あのはいステージじゃないから、ここはうんステージじゃないから猫かぶりません。イブナピ噛みすぎた、だって王道王道えいえいおう。めいちゃんと再会できた、再会できました、来てって言ってたから、そう瀬戸りも何も言わずに見てもらいました。つのみちゃん、クマのなんだクマのあれです、肉まんありがとうございます。ごめんなさい、最初に5人いなくて怒ってました。まさか最後にセッターが来ると思っていなくて。いいのいいの、そういうもんそういうもん、逆にありがとうって感じです。ですちなみちゃんハートありがとう、葵ちゃん猫ありがとうございます。僕の子猫ちゃんになってくれへん、え、やばえ、やば、怖サクタベブキブキポーズやってくれたら嬉しかった、テカブキの反応早くて天才すぎ、え、イブキマジ早いと思うんだ、声が癒しすぎる、だっていっぱい癒しをあげます。ケータロー虹色の違う、クマの肉まんありがとうございます。ニワトリ鍋ありがとう、あ鍋にニワトリ入ってんじゃない、イブちゃんのビーサーセンターは開いた、だってそう本当に嬉しかったです、ありがとうございます。イブちゃんウィンクできるんだっけ、はい私これマジで3歳ぐらい、2、3歳で習得しました。パンダな、あパンダかパンダでした、すまねえすまねえ、最初からうちはイブキうちは気づいてた、あのねモカちゃんのうちは持ってる時にね、あっと思ったよ、気づいたよ、うちはでじゃなくて、ちなみちゃん結婚してありがとうございます、ビーサーセンター発狂しちゃった、怒られなくてよかった、怒られない、カクタンさん虹色のシありがとう、ゆあちゃん虹色のシありがとうございます。あれなんか誰かえガンつったよ、ガンつったよ、彼女を倒したウィンクできない人だからそれも可愛い、ひとみちゃん虹色のシありがとうございます、公平ハートありがとう、しゅんさんと猫ありがとうございます。虫が帰ってきた説ある、ん私さっき何の話してたっけゆうきさてかさ何の話してか忘れちゃう人間なんだよね、わかるこの気持ち。セノールかわいい、ありがとうございます。夢でキスミーセリフショールームバージョンいつですか、あいぶきは絶対に言いませんあれ本当に死ぬほど恥ずかしかったので言いません。キトちゃんクマの小籠包ありがとうございます。新公演も発表されたね、そう新公演発表されました、目撃者公演です。ここ点やりたいからいぶき早く警報なんだ出るね、ここ点やりたい、おにゅうのまばきやりたかったので早くアンダーに出ます。目撃者どうですか、ちなみにいぶきは公演を見たときにあのね一番最後の曲じゃない、ずーずーっとずーっとみたいな曲なんかあるよね、入ってたよね確か、入ってた気がした、入ってた気がしたで、
あ、そう、それ、そう、ずっとずっとって曲は知ってたんですよね。楽しみ。目撃者公演みんなどう？楽しみ？何公演が人気なの？美しきものし、セリフのやつだっけ。まあちなみに全然まだ一曲も覚えてないんですけどね。だってね、まだ誰がどこのポジションかも何も来てないんでね。そう、まだね、目撃者公演ですってしか来てないので、はい。本当にまだまだね、それしか決まってないの。目撃者世界で一番好きな公演なのでめちゃめちゃ嬉しい。だって、あ、人気？人気か、そりゃそうだ。最高、目撃者絶対行く。だって、おお、なんかさ、結構大人っぽい曲多いじゃん、目撃者。超楽しみだよね、いぶき。そういう曲の方がめっちゃ好きだからさ。そうそうそう、ナンバオタです。ココテンはいい曲ぞろいなのですが、ご愛知ください。あのね、違うの、いぶき、ココテン、あ、私はチーム H で目撃者公演担当なんですけど、私もココテンを本当に好きなんです。ここに立てて牛はいる。そう、早くアンダーでココテン出ますね、待っててください。本当にジッパーなんてしちゃおうかな。あれ、年齢制限あるのかな。高校生はしちゃダメみたいな。水着はあるじゃないですか。ないんか、ジッパーはないんかな。ジッパーなんてしちゃおうかな。ママ、クマの肉まん、ありがとうございます。アイドルの夜景が世界で一番好きって、え、ねえ、ひじりが言ってたやつだ。特攻服のやつですか。特攻服ですかね。ジッパー NG で、だってジッパーでもやっちゃおうかな。確かにセクシーな君だけど、もっともっとリアルなリアルな。いぶきのジッパー見たらいろんな気持ちになる。うん、ワイもやりながら、なんか気まずいね。気まずいね、なんか。ココテンでいぶみくのジッパー来たら発狂気絶しますって。どうしよう。どうしよう、武器ジッパーしな、ジッパーの役割やったら。特攻服正解だけど、なんでそこの、そこ、あのね、武器も特攻服着たいんだ。特攻服が着たか。やってる本人気まずいの無理。顔に出そうだもん、気まずいなって顔。そう、顔に。おいちゃん、ペンライトありがとうございます。生誕限定にしとくか。生誕祭ってさ、いぶきのファンがいっぱい来るじゃん。その時にジッパーするのさ、ちょっとやっぱ気まずいかもしれない。いぶちゃんの気まずいかも分かっちゃうもん、絶対。だって嘘、いぶきそんな分かんないよ。ねね、なんでそんな地べたん座っとるん。ここ来ていいよ。なんで？大丈夫です。早く来て。大丈夫です。寝たい。大丈夫です。寝たい。早く来て。大丈夫。寝たい、これ。大丈夫です。来て。来て来て、痛い。警報公園では生誕ないろ。それはそう、誰かのくるみがね、笑いながら言ってたんだよね。くるみのね、生誕、じゃあひなと、あ、全然ね、まあ、冗談ですよ。ひなと、じゃあくるみの生誕はって、ひなと、じゃあいぶきとくるみでジッパーでもするとか言ってて。そう、笑っちゃう、そんなん。
ゆねのゆいな病は治りましたかだって。じゃあねねにゆいなの可愛い写真見せてあげるわ。この前あのねリハブイとかいぶきはあるじゃないですか。てかねねはゆいなのバグッティージャン推しなんです。見て、可愛くない？ゆいにゃ、ただいまー、周年お疲れ様。現場と配信で全部見た、楽しかったよ。だっていぶきも超楽しかった。ハート型ウイルスも見たい。え、やりたい。ハート型ウイルス、待って、めっちゃびっくりした、ごめんね。イヤホン爆音やん。だってごめんね、みんな。なんか唇の色薄くない？あれ、今声おっさんおった。ゆいぶきさ、声のレパートリー多いんだよね。ゆのおててって感じで、え、わかる、おててなのよ、本当におてて、かわいいのよ。夢の中でキスしてもう一回言って、うん、やだ。やっぱあれはステージ上限定ですね。うんうん、恋愛禁止条例公演、恋愛禁止条例公演好きやね。わかる、かわいくない、あの曲。いぶきしか今のところ出る人いないので、待って、いぶきずっと出ますよ。 T2 いぶちゃんの盛り上げ対決のコール良かったよ。だって見てなかった。こんばんは、こんばんは。夢でキスミお話し会でやったらやってくれるそうですね。気分ですかね。やると思いますよ。はい、きっと。うん。青春のラ。お疲れ様です。お疲れ様です。この前も見つけました。私天才でした。胃袋で狼できるかな、やりたいね。年内に武婚もやれますかね。あ、そうだわそうだわ。ねえねえ、胃袋の瀬取りさ、ねねん、イブコンのストーリー組んでくんない？え、ムキさ、曲があんまり知らないからさ。 NMB、 あ、そっか、そう、お姉ちゃん NMB 好きなんです。だし NMB に偏るよって言われた今。え、今回はさ、去年だっけ、去年かなんかさ、あれだったよね、ショールームだったよね。でも1回目が多分カラオケ屋さんでやったのよ。6期生尊敬ランキングに入ってた伊吹先輩、そうなの、ブー入ってたの、尊敬ランキング、嬉しいよね。そう、2回目とかはね、2回目過ぎて3回目になる。私あのね、コロナでね、カラオケを行ってってのができなかったので、今年こそできるかななんて思って、ちょっと期待して待ってます。私自身も。イブ後輩人気高いよね。いや
私後輩人気高いんですかね、やっぱ私もそう思う。いぶき、うん、うんうん、りょうきちかわいい、ありがとう。あれギリコロナ前か。そうなの、ギリコロナ前だったからカラオケ出てきたのよ。うんうんうん、イブ先輩人気も高い、イブキ先輩人気も高いだって。じゃあ次はファン人気が高くなるようにがん、あ、イブオタク人気も高いだって。だってよね、ね、イブキ人気者やん。今日映りあんま可愛くないね。え、そう、自分でも分かったからやめてよ。ああ加工じゃあめちゃくちゃしてみようかな。ああそんなこと言われるから、よいしょ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 、見て見て、なった、どう、写りよくなった、怖い怖いどうですか、写りよくなりましたか、ゴキブリみたい確かにどうよ、知らん、ね、リップ取ってよ、そこにゴキブリって言われた、ほにゃありがとう。これで、これが今さ、これで今さ初見の人来たらさ、この子すっごいかっこいいだって思うよね。これです、私の、本当に私の顔これなの。可愛い子って加工したらダメなんだよねそんなことないよ、これはしすぎなだけです、戻しましょう。なんかでもさ、戻した瞬間の顔が一番辛いかもしれない。えい、リップを塗りましょう。じゃあちょっと自分でも今日ビジュアルが悪いって分かってたんですよね。お昼間までうがいと写真漏れてたんだけど、ダメですね、なんかやっぱ今日は甘っ、いぶきペロってするの癖なんですよね。そちらはロムアンドですか。はい、こちらはでも配信用ですかね。ライオンに負けたからじゃ、え、そうかも、ライオンに可愛さ全部取られたかもしんない。なーれー、花束ありがちゃーん。マジで可愛いな。ところで最近の生シャ漏れすぎじゃない、え、はい、聞いてください、あのさ、三つ編みこうやってやってるやつでしょ。え、あのね、あのね、あの日ね、いぶきいつもね朝7時ぐらいからの撮影なんですね、生シャ。でもその日だけお昼からだったのよ。で毎回私あれ生じゃ本当に今回もひどいって思って見てたんだけどね、私や毎回朝なのね、多分多分で絶対朝なので、その日がたまたまお昼で撮ったの。そしたらね、私も思ったよ、あのなんかあれ漏れてるって思って、今後私本当に昼からお願いしたいところなんですけど、はい、ちょっと朝は私目こんなんです、顔もでむくんでるんですけど、本当に私も感動しちゃって、そうそう思った、いぶきもそう思いました。みんなに同感です、今回の生写漏れてた。今後お昼からでお願いして、それはそう本当にお願いしたいんだけど、はい、朝かなとは思ってたねえ目がこんマジで開いてないのよね。
私の目には毎日可愛いイブだもんだって。ん？とかいぶき、写真写りがシンプルに悪いです。はい、買いましたよだって。ぷい。ラッキー生に教えてあげたいいぶきちゃん取扱い説明書。いぶき、取扱い説明書ないよね。新しいですね。いぶきの取扱い説明書ってなくない？新しいですね。毎日前変わってんの。だって、ないです。いぶきの取扱い説明書。いい子すぎてね。ね。ね。目見れん。目見れんだって。褒めると調子に乗ります。この前ねねとバカみたいなことやってたんです。みんな褒めるとって。みんなよくわかってるね。そうなのよ、褒めると伸びるのよ。ねえ。痛っ。褒めると何でもする。そう、笑ってごまかしますって。確かに笑ってごまかしがち。そう、褒めると育つよ、いびき。めっちゃ腑に落ちとる。だから褒めてください。ゆうき、怒られたら育たないから。ふてくされる。そう、だからお母さんだとね、言うこと聞かないんですよ。お母さんとかお父さんだと。あとランも、ランピッピちゃんの言うことも聞きません。ねねしか聞かない。ね、こうやってされた。そう、ねねはいぶきの扱い方がうまい。自分でもそう思うね。プライドを持ちなさい。プライドなんて捨てましょう。どうもハート、ありがとうございます。どうもハート、ありがとう。え、ロッキー生メンバーが髪の毛食べられたいとリクエストしてる。そう、特にカレンレンとしぶいちゃんが。え、いいの逆に。逆にいいの。昨日はなこちゃんの髪の毛を食べかけました。写真は後日あげますね。ほら見て。食べかけ、嫌な顔されてますね、完全に。渋いみんなマジで食べられたい。渋いちゃんさ、いぶきのことバリ笑うんだよね。そう、てかケトロペライト、ありがとうございます。その写真最高じゃん。まあまあ後日待っててください。6期生から憧れの先輩イレブンに入ってね。すごくない、すごくない、すごくない、すごくない。ニワトリ、なんだこれ、なんだっけ、あのなんか白いなんだっけ、クレヨンしんちゃんの映画でこれ出てきたわ。うん、ラッコか、違うけど、ラッコ、ありがとうございます。アザラシでした。アザラシありがとう。キドちゃんハートありがとうございます。くなこみくさん、クマの肉まんありがとうございます。長編ハートじゃない、だるまじゃない、ペンライトありがとうございます。
ラッコはモカです。それはそう、本当にそう。しんちゃんの映画以外で見たことないんか。ない、アザラシないです。ゆうき見たこと、今日もいなかった、いない。ぶーちゃんのセリフに惚れたぜ。だって何のセリフだ。あ、でもあのね、あのなんだっけ、感想26の夜公演、感想セリフ言いました。セリフは違うやろ絶対。あれ言ったやん、夢できずみのセリフですか。え、違う。あ、それかも。そっちやろ。私急に26日の夜公演の感想めっちゃ考えたよ。え、そっちですかね。そっちか。そっちですね多分。ありがとうございます。それはもう永遠に再生してください。再生してください。謝って、再生して、謝って、ごめんなさい。謝ったよ。謝ったよ。そっちの感想の感想ってあのあるかと思った。そして間の感想かと思ったら、確かにあれコメントだわ。いぶきは感じるの思うの感想を今頭で言ったと。感じるの思う感想言ったって。あ、そうそうそう、感想。あれ違う感想を考えようったよ。そう、感想ですね。ほら、一人だけ違う。いや、26のコメント大人になってて感動して、え、本当に26なんて言ったか記憶わかんないんです。覚えてなかったんだけど、自分で見て感動したよね。自分でさ、覚えてないけど、だから帰ってきて12時過ぎてアーカイブ見て自分の言葉にこうやって感動した。喋りの時が一番緊張する。わかる、本当に、本当にわかんない。下横のなこちゃんが息止めとる、いいこと言うやんって言ってた。昨日のなこちゃんも可愛かったよ。見てた人いるかにゃ。ねえ、謝らせるの上手って聞いてたよ。こうやけん。また公やけんだって。うざーい。びっくりした。お母さんかお父さんからピッピか見てんな配信。ラグで向こうから。しばまさひろさん、ハートありがとうございます。ゆいなちゃんに惚れてるお姉ちゃんですか。そうです、ゆいな可愛い。あの子はマジで赤ん坊なのよね。しばまさひろさん、ハートありがとうございます。カレンレンの配信見て思ったこと、いぶちゃい、いぶきちゃんに負けないくらいバブちゃん。いや、ほんとにバブだよ、ガチ。いぶき、大人だもん。トーン、ハートありがとうございます。おいちゃん、ハートありがとうございます。韓国から見てるけど惚れた、だって嬉しい、ありがとう、やった、カムサムニダー、ハート。りょうきちかわいい、ありがとうございます。トモもハートありがとう。仲良しな家庭ですね。ねねと喧嘩しないの。しないです。そう。しないです、喧嘩なんて。だってねね、ねねもぺっぺも多分いぶきっ子なんですよね。ね、二人ともいぶきっ子です。ほら、否定せん。にゃーとり、鍋、ありがとうございます。にゃーとり、にじろのしゃ、ありがとうございます。しーばまさひろさん、ハットありがとうございます。
いぶきは清楚じゃん、ねねも清楚なの。違います。違いますよ、そんなのありえません。あ、落下線で。ハーロックさん、ハットありがとうございます。いぶきはみんなから愛を受けて育ったもん。そうだよ、もうムクムクと大きくなっちゃって。翔平ハットありがとうございます。ケータロー1000万円ありがとうございます。末っ子気質すぎて可愛いよ。嘘、いぶき意外とお姉ちゃん気質だと思う。お姉ちゃん気質です、多分5期生といる時とか。そうそうそう、あ、そう、すくすくっとです。すくすくっと大きくなりました。こんばんは、こんばんは。ちゅうさん、アザラシありがとうございます。お姉ちゃん気質の牛の面倒見て任せて、いぶきマジお姉ちゃん。え、だってはい、聞いて、ご飯の役とかいぶきがするんよ。後片付けもいぶきするし、そう、お店だ、お店、お店、お店の予約いぶきするし、そう、空いてますかとかね、予約いぶきがするし、片付けもぶーするし、注文するのもいぶきだよ。そうだよ。ヤグチにじらなしありがとうございます。カクタスさんにじらなしありがとうございます。ケタロータコありがとうございます。注文するの、そうだよ、そのね、ホテルとかでね、メンバーで集まっててピザを頼もうとかでもね、電話だよ、電話ブーするよ。そうなのよ、仕切りが得意なん、仕切り。え、仕切りと、そう、ご飯の時だけお姉さんしてる。そうです、そうです。ゆうきが本当にお姉さん気質。そんな堂々と。仕切りは無理。え、でもいぶき本当に仕切りよ。分かってないやろ。ちゃんと分かる分かる。ひじりとかに、はい、じゃあ乾杯してって言って。ちゃんとね、そう、回す。うん、場を、そうそう、場を回そう、ん、そう、場を回そう。じゃあ乾杯は、じゃあひじりにしようとかって。そう、やだ、何頼む、じゃあとりあえずポテトとか絶対頼んどったがいいよねって言って。いい、いい、いい、大丈夫。みんな食べるっしょって。大丈夫。そう、お姉ちゃん気質ですね、いぶき。遺伝です、多分これ。違う、ねねも仕切り一緒。違う、ちょっと食べたいだけや。あー、もう全く、こらこら、もも肉まんのくまありがとうございます。くまの肉まんだわ。ショールームであれ取って持ってきて仕掛け替え。ほんとそう。やってほしいんだけど。唐揚げ食べたい。ああ、家でもやってほしい。でも夜ご飯お母さんできたかな。ご飯作ってくれるじゃないと。お母さんが。てくれる。違う。お母さんご飯まだ。じゃあご飯できるまでやるな、配信。できたら呼んで。だって配信とか HKT のことしてるときはね、こんねねもピッピもお父さんもお母さんも何も言わず何でもしてくれる。陽気が配信しよって、配信しよったりしたら、あのご飯のもう行ったらできとる人間とか、ツイッターとかさ、しよくやしたら、いぶきお父さんがこれ運んでやんとか言うやん。運んでやん。これ運んでやんとか言うやん。いや今ツイッターしよるとか言ったら、ねね
名前ですけど、ピッピーみたいな、ピッピー運べやんって言うから、うん、そうだから勇気は急にさらされるのです。筑後メンバー狙っとるやろ。何よ、お父さん言うやん、なんとかしてやんみたいな。じゃないよ、え、何の話え、何が、え狙っとるやろ。だって、でも、でも、ゆきなんとかなんて、ゆき捕まんやん。違うって。何が方言じゃなくて、そのタイミング狙っとるやろって、ね、めちゃめちゃ甘えてんのね。違うよ、違うよ、そんなん、そんなん。ゆきもしたいよ、全然準備の手伝いしたいしたいんだけど、できないんですよね。葵ちゃん、ドルマありがとうございます。いぶきんちって4コマ漫画みたいなネタ。どういうこと4コマ漫画そうねねね、そろそろご飯の準備に行かなきゃ、なんとかされちゃう、はてな。うん、ねねも今 HKT のことしてるから大丈夫、もうピッピしか今向こうピッピが働いてます。どうするとみんな来たら来そう来そう、ピッピこれ見よったら、はあ、高秀さん、ハットありがとうございます。初見です、だって本当ありがとうございます。ピッピ頑張って、だってピッピ頑張れー、えい、ねね笑い方かわいい、だってなんか一般的な笑い方するやんもっと個性強めにいかんと埋もれるよ、そんなんじゃ。笑ってみてで、キモい違う、そんな笑い方してないキモ全然笑い方してねねはこ、ねねさんコンサート行くの？うん、昨日も26も来てくれましたよ。ニャトリーパンダの肉まんありがとうございます。仲いいね、だってそうです、仲いいんです。ねね押せる、やめときましょう。あっ、てか声当たったからナナのメイクだって、待ってるね。目ねねから見て夢でキスミイブイブちゃんは何点ですかね。だって100点だって。かわいい、ありがとうございます。ねえねえじゃない、ももんかわいい、ありがとうございます。いつお姉さまが HKT 入る、だっていつ入るじゃんねね。明日かな、明日から加入です。ぜひ石橋なんとか探してください、石橋ねね。ただただ可愛い、だってトラはおる、トラ向こうのほら行かった
さんとネネが、お父さんとピッピがお付き合いしてたそうです。あおいちゃんハートありがとうございます。キトちゃん服ありがとうございます。機械の音かと思ったら笑い声だったなんて本当にね、ランピッピはね笑い方がやばいガチやばい。うぶちゃん今バイト終わってきたからまだ終わらないで、だってじゃあご飯できるまでやるから見ててね。トモモンハットありがとうございます。ご飯終わるまで、ご飯始まるまでテレビの音やの確かにねやばいよね声、いぶきより声でかいし。ピッピの笑い声を目覚ましにしていいですか。してください。悪夢とともに目覚めそう。いぶきは負けとらえろ。いぶき、いぶき笑い声ね変じゃないよ、可愛いよ、いぶきの笑い声咳したというか見せた？もう一回してかわいいです分の笑い声いぶきより声でかい人存在したんか。そうピッピはねマジで100億倍ぐらい声でかいどこにおったマジね、ほんねんね、ピッピが本気出したら全然一息分ぐらい届きそうだもん、そんくらいでかい。例えばの話ねこれは生誕で家族見た時ショールームの時の笑い声がすると思った。だってなんてことをしてんのよショールームで。違う生誕でから。そうか、いぶきが声でかいのは石橋家では声大きくないと意見に届かないのか。え、そうなのよね。あのねお母さんがでかいんだよ声お母さんがでかいです。お父さんよりお母さんの方がでかいよね。うん、お母さんがでかいですね。遺伝です。これは完全なる。ピッピもオンラインやったら個室行き。うん、個室行き。てかもはや個室でも全然届きそう。待って、もう結構しとるけど、うふっていう笑い方聞いたことないけど、もうだって嘘言うけど、公園では結構って感じじゃない。ねねさんは声小さい？だって、保育士やけんでかいですね。山で声出してるからさなんかてっぺんで子供、あ、てか聞いて、ねねのハロウィンの幼稚園でのハロウィンのコスプレね、あの空気入れる来た、あ、帰ってもらって、ねね帰ってもらっていいですか。やった、聞こえた、うん、らんの声もういいってそのロン。山口で声出す仕事、あのね本当にピッピーじゃない、あ、そう、ウサギだったの。ねねねねのハロウィンウサギです。ご飯できたの？ご飯できた？ご飯できた？もう行くと？もう行くと？ドライヤーする出して、あかん、あね、ドライヤーするお母さんがし石橋家みんな着るのあの衣装、あ、はい、ピッピもなんか使わないのに家で着てました、こっそり気づきはその時になかったんですけど、こっそり着てたらしい。お母さんがお風呂入った時、お母さんが着てみた、着てみたかった、お母さんがお風呂入ったら間に着てみたかった着てみなかったらしく、なんか着てたらしい、こっそり。あれはいいね。園庭あれで走ったって言ってる。子供たちいっぱいついてきてた。可愛かった。お父さん来たらモベに送って。え、めちゃくちゃ前にさ、お父さんのやつ送ったんだよね、モベで。あのさ、ちっちゃいいぶき全然この年齢じゃない。まだまださ。
あの下の頃さお父さんがなんかフリフリのスカート履いて息に耳つけられね、え絶対お父さんが言ってミニーの耳をつけてるねやつをね、あそうスカート履いてるやつ顔隠して送ったらお父さんがショック受けてささらされてる、そう勝手に送ったからお父さんの画像をお気に入りしてるなんてそう勝手に送ってお父さんが落ち込んでましたお父さんは可愛い系美人系、そうですね可愛い系ですかねあどっちでもないです、どういう系わおわおでかいです、身長がだからわーわー系。今度ライブ見に来るときウサギ来てもらって、あ座れない、えあれ本当に座れないの、座ったとしても前見えないよ本当に前見えないですね。可愛い系だと思いますねやっぱりですか、そう思いますやっぱりじゃないちょじゃくるっちゃ、葵ちゃんハートありがとうございます。トラはトラは可愛い、我が家の唯一の普通の猫ん猫は一匹たま唯一なまともな子です、ビビリです、トラは可愛い、かわいいね。今日ねイーゾさんのノースサファリかなってところに行ったんですけど、ちゃんと合ってるか確認します。そうノースサファリ札幌っていうイーゾさんのところにあるところに行ってきたんですけど、可愛かったよ、みんないっぱいいた、ナマケモノとかいたしミーアキャットとかいて、カワウソもいました、インコとかフクロウとかカメレオンもいたしアライグマもいた、キツネもいました、いっぱいいました、ライオンもいたよ、ライオンウサギとかもいる、ワニとか超楽しかったです、可愛かったよ、癒されたよ。いぶきの目的は砂猫がいたんですけど、もうめっちゃ可愛いから投稿を待っててくださいって感じです、砂猫です、砂猫が可愛かった、抱っこした、うんめっちゃ可愛かったよ、こんなめっちゃ可愛かった、また行きたい、ホワイトライオン怖かった、ゆきライオンは怖くないんですよ、猫だから、猫だもん、猫かてか聞いて、キツネって何かだと思う、キツネ、うん、キツネ何かだと思う、かゆい、キツネ、正解はキツネって猫かって思われがちなんだけど犬なんですね、キツネって何かだと思う？ん？猫。正解は犬科でした。猫科って思われがちなんですけど犬科なんです。そう、猫科って思われがちなんですけど犬科なんです。今知ったやろ。違うよ、今知らんよ。でもキツネってあれ耳尖っとる。犬も尖っとうやん。犬。シバは？確かに確かに。そう犬なんですってよ。ですね、トモモモもハートありがとうございます、じゃーん、じゃーん、じゃーん、ラオタンタカタンタンタカスープなんかこの子の CM かわいい、ドンギツネさん、ドンギツネさん、
雪が降ってきましたみたいな。知ってる？可愛くない？急に何？うん？オードンオードしてる。あお、なんとかオードンは。え、普通に待たされすぎなので選択しますって。めっちゃ可愛いのよ。めっちゃ見たんだ。新しいので撮ったの。急に始まったことに驚いた。そう採用しておられる。なんて言ったクローズはクローズ豆乳タンタカタンタンタカスープの子と働きすぎるお母さんね。可愛いから見てください。あれほぼほぼほぼいぶきだよ。だってあの子だってめちゃ可愛い。本当に次いつ焼肉行く？いつ行く？ん？なんで？だってねんは多分今やろ。え、なんで？え、なんで？何？焼肉キング美味しかったね。初めて行ったよね。初めて。あ、ランピッピは初めてじゃないんか。ピッピは初めて。ピッピは初めて。焼肉行ったことない？あるっけ。いぶきがお店とか全部予約してくれるらしいよ。注文もいぶきが全部してくれるよ。それは家でよ。そっ、それは外で。外では、外ではお姉ちゃん聞いて。全部マネーもいぶき。違う。マネー。じゃあいい。違う。家では。違う。ラララジラ。焼肉ごちそうしてあげるよって、それはそれマジで嬉しい。おごちそうさまです。化粧水何使ってますか？化粧水、あの乳液ですかね、あのバサリンみたいなやつ。この乳液にもメーカーあるよ。あの乳液はあれです。イハダ、イハダカタカナのですよ。ワセリン、カタカナじゃない。あ、そう、英語です。そう、ローマ字です。 I に H にイハハード違う、ピッピに言ってない。今のローマ字かい、ここどっち、これあったっけ。イハード、どういうこと。あ、イハード IHA IHDA イハダです、英語かな。って言うよ。 IHDA IHDADローマ字か。違うってイハダ、ね、イハダって英語とかないよ。あ、そうなん。今違う、今ピッピが言ったらピッピがローマ字ですかねって言ったらさ、ピッピがさ英語、どっち、まあ、どっちか分からんけど英語かなみたいな時に今ヌヌに聞いたとよ。ローマ字これ英語どっちって。なんで IHDA IHADA やろ。え、私見たもん、別途だけ。いぶきが見たのは IHDA イハダ、イハダ見て、IHADA やろ。だって IHDA やけイハダって言うけど歯ないやん。IHADA だって、あ、超英語やない。え、けバカかよ。ね、なんでさ、なんで、なんで自分といぶきをそんな信じられると。絶対信じられんやろ。だっていつも使いよって見ると IHADA A ないって IHDA イハダ。ちょっと持ってこ、持ってきて。あれだっけ、英語やったわ。これは何が違う気する。いや、多分英語やもん。じゃそれアルファベットやったら A がいるって。でも A がいらんけん、うん、あれや、ハッピーバースデーみたいな HBD で言うやん、ハッピーバースデーって。ねね、ね、それハッピーバースデーの HBD のことやろみたいな。は HADA 当たり前やん。イハダって散々自分で。あ、じゃあローマ字やん。ローマ字、しかもそれ化粧水じゃないやん。イハダ、じゃあローマ字よ。
これじゃろマジ。そこじゃないっちゃけど、なんで今真剣にその話ができるの。これだけローマ字やん。じゃあバースビーバースデーは英単語。そうそう、あ、頭文字って言いたかった。そうや、は頭文字だ。頭文字はどうや。で英語かローマ字か頭文字。かわいい、ありがとうございます。イブルームのこのいつものフブ会は配信感マジ好きって。本当よかったんです。ゆうちゃんとビーさん泣きそうだった。嬉しい、ビーさんありがとうございます。ハッピーバースデーを HBD って言ってこと。ブーは何のことか買いません。はい、ああ石橋家楽しそうすぎる。楽しいよ、なんか落ちてきた。楽しいよ。アルファベットとかわかんないからついていくことができない。イブちゃんわかるけど難しいね、言葉。葵ちゃん、パンダ、じゃあ、クマの肉まんありがとうございます。葵ちゃん、クマの小籠包ありがとうございます。噛み越してと思ったけど、本当にいぶきずっと可愛くすごかった、可愛くてすごかった、可愛く撮らせてくれてありがとう。だっていっぱい待ってるね。全部保存してます。あ、ちゃんとね、見てアルバムにブーしてるファンの方から。今回のやつはライブと、みんなライブとみんなです。石橋家で YouTube 始めよう。だってじゃあピッピとさ、ねえねえ YouTube 始めたらしよるん。そうだよ、そう TikTok 見つけてください。そうだ、しよらんよ、しよるん。してないよ、してません。自分だけ知らんかったことが嫌みたいやてん。しよるよね。確認して。あおいちゃん、おんぱありがとう。誰？今ご飯ができます。やったー！今だ。来た。え、ここで？二個だけね。二個だけ見て。じゃみんな夜ご飯。カキだ、カキ。本当だ。じゃあ。ねえ、なんで？ねえ。押してから一個です。今日は柿なんです。まだまだいっぱいあるけど、とりあえずえ、もうできたご飯、とりあえずもうできたから、じゃあ終わる前に食べる。見せたお腹すくのじゃん。ねえ、見せたよ、じゃーん、柿。じゃあ行きます。キラキラして、いただきます。タレ、タレが、あーあーダメダメ。絶対にいぶきが食べるんだから。あ、それではいぶきは一人で食べるね。いる？いる？いただきます。いるって言われたら食べる。うん、うわ、やったね。どこ？やってない。どこ？嘘ない。いるって聞かんでほしかったよね。いるって聞かんかったらスッて買って食べとった。食べないよ。たくさん。何でよ、うまっ。絶対これは食べようと。ね、うまい。普段みんなこれ武器食べ終わったら終わるね、配信。終わす。じゃーん、まいまいが持ってきてくれたカキです。お母さんも食べようか。お母さんダメ。みんな来た。お父さんは声出ししたらバンされるんで来ません。お父さんだけハブです、毎回。本当は来たいはず。うん、いただきます。うわ。あ、もう直しちゃう。ね、誰かお皿持ってくね。お皿はまた、ね、こうして、こうして、手でこうして、ありがとう。いただきます。うわ、最悪だよ。うん、うん、うん、あ、
曜日かき小屋行ったらお腹死んだって当たったん？いぶき当たったことない。お父さんしか当たったことないです。かき小屋家族で行ってて、あとある？うん、ある、うん？お母さんも多分ないからなんでか知らんけど、かき小屋行くと毎年毎年じゃないけど、かき小屋ってかき当たったの当たあげの外れを引くのはお父さんです。お父さんがいつもかき小屋から帰るときにきつそう。今度は糸島のかき食べに行くだって。ブーも行く。いつか行きます。今年絶対に行きます。引き強いのね、お父さん。そうなのよ。引き強いのよ。まあでもね、そう、引き強いんですね。お腹すいたね。いぶちゃんお腹大丈夫、お腹丈夫そうだね。それがさあ、いぶきお腹意外と上手でも千葉県って風邪なんないんですよ。風邪なんないってない、風邪ひかない。そう、風邪ひかないんです。だってピッピ、あ、ピッピが特にひかない。ん嘘つけ本人ってなんかピッピってさ風邪ひかなさそうじゃない。確かにいぶきの方が風邪ひかない。いぶきは意外と引くけど、なんかピッピが一番体が丈夫です一番ネネが体丈夫じゃない。うん、保育士だからね。確かに最近丈夫です。もらう場所に最近丈夫です、ね、なんで保育士初めて丈夫になる。なんでみんなは丈夫ごめん本みんなは丈夫ですか。ゆめちゃんって家族のこと言うとき絶対石橋家って言うよね。かわいい。え、嘘、そうだっけ、石橋家って言うっけ。確かに石橋家だもん。石橋家か。そう、結構当たり癖つくらしいよ、かきる。だってだってよ、怖い。一回当たったら当たるやんじゃん。あ、そう考えたらいい。あ、ね、一致して無理こうして、こうして、こうして、一致してスクショしてください。一痛いこれ、カキこれ、カキこれ、カキ一一致してちゃんとこう持ってきて。でも本当に口痛いせーのはー僕も石橋家の一員になりたい。じゃあそれはネネと結婚するか、ピピと結婚するかな。したら石橋家の一員になります。いぶきの猫の猫、いぶきの家の猫かわいい。そうなのよ、こんなんです。めっちゃかわいい。お腹空いてる。え、めっちゃお腹空いてるわ。何分な。35分になったらランキングを読んで終わりたいと思います。お姉ちゃんの手おいしい。うん、全然ねねはなんかやっぱ保育園で働いてるから土の味するし、人工的。ピッピはカメラしてるから金属の味がします。出てる金属になる。いいや、鉄分ね、栄養いっぱい。父も鉄分。え、なんて言った。あ、でも父鉄分やな。またじゃん。やめよう、やめよう、やめよう。ゆうきがまあ、またじゃんだ。相当よ。もうまたか。もういいって、ゆうきに言われた終わり。また始まった。ゆうきは何の味。ブーはバニラ。いぶき産みたいだって。もう生まれました。じゃーん、もう産んだ。確かにだから生まれたんだ。いぶ髪の毛伸ばしてんの。そうです、伸ばす。コンサート楽しかったって。いぶきもめっちゃ楽しかった。来てくれてありがとうございます。いぶきも何の曲が楽しかった一番。
でもね、今回控えめジャンプでできるようになったんですよ。土の鉄はあれや、砂鉄。何何つった？何？土が鉄分ってって、うん、砂鉄のこと調べよってね、調べよっ忘れとった。砂鉄のこと言ったから。土の鉄ってあれや、砂鉄。何じゃ。演技してるよね。うん、磁石がこうね。あ、そう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 。冷える県第一部食べ終わりました。ブーム行かなきゃ。食べちゃってよ。なそれ早替え得意、めっちゃ得意。30秒で着替えれる。翔平ペンライトありがとうございます。葵ちゃん、ハートありがとうございます。ぴょん。33分だ。ランキング読みたいと思います。いきます。15位スノール、14位キドちゃん、13位トモモモモ、12位ショウハイ、11位モモ、10位リョウキチ、9位ミノルさん、8位ヤスイツキヤ833、7位キヤマンさん、6位ハゲマヨウスイさん、5位シュウさん、4位アオイちゃん、3位ニワトリ、2位ケイタロウ、1位カークタイスさんです。ありがとうございます。ありがとう。ゆびきのポニテ可愛かったよ。だってポニテポニテポニテって人気だよね。ポニテです。ありがとう。みんなお腹空いたな。あ、スクショだ。よいしょ。ということで、今日の配信もありがとうございました。牡蠣食べて美味しくなるんだよ。だって、いぶきは牡蠣味になってくるね。じゃあ牡蠣も鉄や。もういいって、鉄が鉄牡蠣鉄です。もういいって。もういいよ、セーブ。今ふと思っただけ。今日は柿いくつ食べるの？100個ですね。任せてください。ということで、今日の配信もありがとうございました。みんなよく寝てね。バイバーイ。